完全感覚ドリーマーガズレリリューシンプル簡単バージョンやってみました。今のは聞いていただいても分かったと思うんですけど、あれショートカットバージョンでございます。2番とかこうカットしてるんですけど、やりたい方はこうコード進行は一緒ですから歌詞を書いて、いや自分だけの歌も作ってもらいたいんですけど、今テロップと一緒にできた方もね、こう自分で書いて自分だけで歌ってみるのをおすすめします。ガズレリリオリジナルアレンジでお届けしましたが、まあ今日はですねノートに書こうと思ったんですけど、やっぱ英語なんですよ。でも A メロほぼ英語なんでも、今日はこれ洋楽とも考えてですね、洋楽式にこうプリントアウトしました今日は。はい。なんで今日はこの紙見るより動画のテロップをこうくまなく見ていった方がわかるかもしれませんけど、一応何かの参考になるかなと思って書いておきました。一応イントロとかこんな感じですね。イントロ、これはね、これ下に書いてる、これね、ちょっとね、まあまあ、今日は詳しく解説していきますね。この辺の後の、イントロの後半のところとかね、ここがね、まあ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 、そんな感じになってます。ちょっとテロップとこれを、ちょっと両方見ながらやってみてください。まずこの A メロ。コード進行はシンプルですけどね、これ歌い回しがちょっとやっぱり難しいんでね。はい。一時停止するんで、なんとなく、あ、こういう感じで書いてんだなっていう感じで。はい。はい。ささっといきますよ、ここ。ここにいろいろ書いてあるんで、これ後で解説してきますから、はい。はい。じゃあ、ここ。ここね、矢印マークと、これシンコペーションとか入ってます。で、ここラストはもう、書く場所なかったんで、もう自分で書いちゃいました。コード進行はシンプルです。だから今日はちょっとテロップ見てもらった方がわかるかもしれません。まあ、どんどんいきます。ひとまずですね、今日、このピンクで囲ってるところが、今やったシンプル簡単バージョンなんですけど、ちょっとここでもね、普段見慣れないコード出てきちゃうんで、解説します。まず C と Am と F、Dm、G7、Em7、ここまでは結構シンプル入門コードだと思います。ちょっとここはひとまずいつものやつシェアしさせてくれ。これ。これガズレレ必須コードって言うんですけど、このガズレレ必須コードっていうのはウクレレにとってめちゃくちゃ便利で親和性があって、便利で、ほんと助けてくれるコードのグループなんですけど、これをまず最初に覚えてほしいです。私が今、以前めちゃくちゃわかりやすい
動画撮ってます。ここでリンク貼っておきます。ここで基本のコード10個覚えちゃってください。そこの、のが一応ベースになってて、今のだから1、2、3、4、5、6個ぐらいはその、ここがベースのところなんですね。じゃあそこに出てないのを解説していきます。まずこれ、Gm7 ですね、これ。はい。この3つですね。こことこことここですよ。人差し指このぐらい反らないといけない。はい。これが Gm7。そしてこれは結構簡単ですけど、A というコードです。A。これはね、Am と A7 一緒に押さえてるから、これは結構簡単ですね。まあ、ほぼ入門コードです。こことここ。これが A でございます。はい。これで、今のシンプル簡単バージョンっていうのは、やりましたということになっております。それでもですね、この歌がやっぱり、英語だし、歌を乗せるタイミングとかもね、まあ、なかなかこれは、上級レベルでございます。まあでも、いつも聴いてる人はこれ歌えると思いますからね。楽しんでやっていきましょう。シンプル簡単バージョンでできたら、まあこれも気持ちいいです。さあ、ここからさらにレベルアップドカーンとします。かっこいいバージョン。今日のかっこいいバージョンもちょっとやばいです。ちょっとやばいです。はい。どんどん、まずコード解説していこう。この、Asus4 というコード。これ行きましょうか。これは簡単ですね。これ A と見比べてもらうとわかるけど、これ簡単。Asus4 はこことここ。こんな感じですね。Am を押さえて、こういう風に押さえる。で、Asus4 と A、イントロとかでこんな感じで出てくるんで、こんな感じで出てくるんで、ね、これをお願いいたします。はい。あとね、次はですね、ちょっとこれ言っとこう。G。これ G は、これ今日は、かっこいいバージョンは、さっき G7 でやったところ、全部 G でやります。本当はこれ G の方がかっこいいんですよ。なんで G 押さえられる人はシンプル簡単バージョンでも G の方がいいです。G はね、ちょっと初心者の人思ったよりね、簡単そうで難しいっていうか、慣れないとね、こことね、こことここなんですよ。こんな感じで押さえるのがいいと思います。人差し指で、中指は1弦。こういう風に押さえるのが一応おすすめしてます。が、あるいは、ここ3本こうね、ビチッと押さえて、ちょいと立ててもいいですよ。こんな風に。これでもいい。とにかく G というコードを今日使っていきます。これだからね、なかなか慣れないと G はちょっと難しいけど。今日はかっこいいバージョンでは G ですよ。はい。あともう一個。A シャープ。これとそっくりなんですよ。Gm7 とそっくり。でももう一個足される感じ。やってみます。A シャープは、ここと、ここと、ここと、ここ。4箇所。こういう風に押さえる。あるいは、1フレット全部押さえちゃって、ちょいちょいこう。どっちでも。押さえやすい。これがちょっとね、この二ついっぺんに押さえるのはちょっと難しいんでね。はい、A シャープ用いて、かっこいいバージョンはこのコードを追加してやっています。あ、基本的な弾き方のリズムは、ドン。8ビートのチャンです。こんな感じ。ドン、チャチャス、キャカ、ドン、チャトス、トチャカ、あ、G7 弾いちゃった。チャチャス、キャカ、ドン、チャトス、チャカ。8ビートのチャ、これがね、基本的に、ずーっとこれが、入ってきます。はい。一応言っとくと、8ビートのチャの弾き方、ここにリンク貼っておきます。このリンク先は、ウクレレでできるリズムのいろいろというガゼレレホームページの一枚で、その中から8ビートのチャというリズムでちょっと勉強してみてください。動画でマスターできます。なんだけど、8ビートのチャをやる前に、普通の8ビートからやるのがポイントになります。普通の8ビートができている人じゃないと8ビートできませんので。はい。その辺は動画でちょっと見てみてください。いろんな弾き方の他にも載ってますんで、ご参考に。はい。したらね、どんどん今日はね、なかなか深いんです。山盛り。まず、このマーク、シンコペーションマーク、矢印が書いてあるし、リズムが前にスコーンと食い込んでくるってやつです。イントロで出てきます。ワン、ツー、スリー、フォー。次よ。わかった、食い込んでしょ。A がこうガンと前に来てるから矢印で表現です。こんな感じでいきます。はい。シンコペーション他にも、ね、結構いっぱい出てくるところあるんで、あ、そうだ、ここでいっぱい出てくるんだ。ブリッジパートのところ。どうだい予想外面食らってんところは、この矢印のおしっこテロップ書いておきます。ここの、ブリッジパートのところやってみよう。ワン、ツー、スリー。どうだい予想外面食らってはばって、こんなの、どん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 みんな前に食い込んでくる。このシンコペーションマーク、お見逃しなく、ここ難しいですからね。これリズムに乗って、リズムが寄れないようにやるのがポイントでございますから。はい。じゃあ次、どんどんいきます。イントロにまた戻るんですけど、イントロの後半のところ、ちょっとこれを見てもらおうかな、これ。GGGAm, GGGAm, CG って書いてある。GGGAm, GG。なんじゃこれってことなんですけど、ちょっとテロップにもなんとなくそんなこと書いておくんです。ちょっとこんな感じで入れたい。ワン、ツー、スリー、フォー。これです。GGGAm, GGGAm, CG。これ難しいでしょ。口で言うと、ダダ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 、こうです。チャン
はい。ダダダダチャッカ、ダダダダチャッカタッタ。GGGAm、GGGAm、CG。はい。これが前半。後半は GGGAm、GGGAm、ファン。はい。カッティング。最初からいきます。ここで止まって A メロ。こう入っていきます。ここがね、ダダダダつく、ダダダダつく、ダダダダダダつく、ダダダダ。はい、ちょっと口で言ってみるのがいいと思います。これはだからこういう決め顔です。あのね、いつもこのガズレレ YouTube でも言ってるんですけど、バンドの曲ってバンドのメンバーってこう決めっていうかね、そう決まり事をいっぱいやってそこを合わせるのがバンドのかっこいいところなんで、結構こういう感じでいろいろ決めが入ってくるのがポイントです。そしてさらにどんどん来ますよ。その後この So now my time's up、 この A メロのところのリズム、これもねちょっとここに書いたんだけれども、ダダダダチャツ、ダダダダチャツ、ダダチャツ、これなんですよ。カッティング、白いは引く、星はチャ、バツはただのカッティングです。ダダダダチャツ、ダダダダチャツ、ダダチャツ、ここでやるんですよ。ちょっとやってみよう。ダダダダチャカ、ダダダダチャカ、ダダチャカ、こんな感じね。基本はC でやると、ダダダダチャカ、ダダダダチャカ、ダダチャカ。はい。この、ちょっと表を見てください。ちょっと A メロのところ、歌わずにやってみますね。ワン、ツー、スリー、フォー。ダダダダつく、ダダつく、ダダダダつく、ダダダダつく、ダダつく。これ、これを弾きながら歌うわけですよ。やってみようか。ワン、ツー、スリー、フォー。サーダー、マイタイム。こんな感じ。これは難しいよね。ダダダダチャカ、ダダダダチャカ、ダダチャカ、ダダダダチャカ、ダダダダチャカ、ダダ。はい、これは武者修行のようにやってください。このあの表を見ながらまずこれ分断して、そのブロックごとにやって最後に合わせるイメージがいいと思います。さっきの イントロのやつとかね、そのパートパートで練習していってやるしかもうないと思います。これ一発ではなかなかできないと思います。はい、じゃあ次どんどんいきます。次のね、この B メロ、絶対で根拠は嘘だらけのところなんですけど、これもねちょっと3連のね8ビートのチャでやろうと思うんだよね。3連、これはね、何が3連か、ちょっと言うとね、ここに書いてある、タコとタコとタコとカッコチャコトコ、タコと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 チャコトコ、こんな感じ。これがね、難しいんですよ。まず、こんな感じ、歌わないでやると、チャカタ、タ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 カタ、チャカタ、こんな感じ。ダダダダダダ、アクセントね。ダドゥドゥ、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 チャカタ。アクセント難しいよね。まず、ダツツ。ちっちゃく弾くときはちっちゃく、大きく弾くときはバーンと弾くさ。じゃ、ここで、そう。絶対で根拠は嘘だらけ。いつだ、こんな感じになるんです。ドンドダンドドンドダンド、チャカタカ。ドンドダンドドンドダンド、チャカタカ。これも難しいでしょ。これもうほんとね。もうね、悶絶レベルだとリズムがどんどん展開していくからね。A メロからやると。リズムが変わりますからね。ダラダ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 チャカタカダラダダラダダ。はい、3連の8ビートのチャ。B メロ。はあ、これはね、はい。で、サビの一番最後のここのところですね。あればあるでキックが今はホールドオン終わったら、ここで2ブロックぐらいこう、ブレイクっていうか空間を空けといてから、このブリッジパートに行こうと思います。どうだい、ここでさっきも言ったけど、シンコペーションマークがこんな風にズカズカ応酬になってますからね。ほんで、かっこいいバージョンではここのところ見てください。この B、ブリッジパートの最後のところで、タタタタタタ、これ2拍3連という決めを入れたいと思います。これがね、ちょっと面白いんですけど、2拍3連入れた後に2拍のブレイクみたいな感じかな。ちょっとそこやってみよう。ブリッジパートのとこ。ワン、ツー、スリー。どうだい、そうがい、めくらって羽ばたれて、こうだしてた、イェーイ、たたたたたた、ワン、ツー、かけて、こんな感じ。超忙しい。ちょ、もう一回やろうか。ワン、ツー、スリー。どうだい、そうがい、めくらって羽ばたれて、こうだしてた、イェーイ、たたたたたた、ワン、ツー、完全かけ、こんな感じでいきたいと思います。このワンツー
にちょっとブレイクを開ける。ここがもう本当に畳みかける感じでね。はい。そして、このまま、最後のサビも突っ走っていき、最後のエンディングのところもこう、ガーッと行くんですけど、最後ここ。タタ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 ここね。ギャラ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 これがね、そんな感じで決めが入っていきます。これのかっこいいバージョンはね、もう、本当に結構これね、なかなかすごいです。だからさっきも何回も言うんですけど、ワンフレーズごとにこう切って、ブロックで練習して、最後一つにまとめるというイメージがいいと思います。これはですね、簡単ではないですけど、まあ、これハマっちゃうやつなんで、ぜひ皆さん取り組んでみてください。これ8ビーツの茶のロックのこの疾走感がやっぱり肝になりますからね。グイ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 、もううわーっていう感じで、その勢いが出るように、ワンブロックのあのムード、かっこいいからね。はい、これやってみましょう。ほんとまさにこう、突っ走る、こうエネルギーたっぷりで演奏したい曲でございます。完全感覚ドリーマーワンクロック、ガズレレ流かっこいいバージョンやってみる嘘だらけ。いつだってあるのは僕の自信や不安をかき混ぜた弱いよ熱より僕。This is my own judgment. Get nothing to say. もしも他に何か思いつけそこを許さ完全感覚チーム You're 僕のなさ Let's say yeah Let's say yeah あればあるぜ聞くが今は How どうだい予想外メイクラブで暴かれて答え捨てたい Yeah 完全感覚チーム敵行く嘘誰が何を妖怪はまが無関係どうやったっていつも変わらない壁を闇をこれからぶっ壊していくさ完全感覚チーム完全感覚チーム When I got it for you When I rise up higher toYou know? 完全感覚 Dreamer ガズレレ流かっこいいバージョンやってみました。もうエネルギーがグーッとこう入る。もうなんかウクレレでできんだなみたいな感じです。そこのギャップがまたいいですね。こういう曲をウクレレ一本でこう世界観を表現する。こういうロマン。ぜひ皆さんも体験してみてください。これは夢中でも取り組んでね。さっきも何回も言うけど、パートごと練習して、ガッと最後まとめるのがいいと思います。歌はきっと好きな方はこれ歌えると思うんで、そのリズムとこう、二つ合わせるところが面白いところです。ぜひ皆さん取り組んでみてください。さあ、ガズレレ。そして皆さん、新しいガズレの本が、ガズレレの本が出版されます。ガズレシピ。これね、ガズレシピってガズレレでリリースしてたアプリがあったじゃないですか。その中で、表示されてた楽譜が、そのまま本になりました。ちょっとこれね、もうめちゃくちゃいいです。もう80曲ぐらい曲数入ってて、かっこいいバージョンと簡単バージョン、両方書いてある楽譜なんで、すごい大活用できると思います。アプリを使っている方は中身一緒ですんで、ちょっとご確認いただきたいんですけど、ここに、紹介している動画貼っときますんで、ぜひご覧になってください。そしてね、今回新たに G プレイズという新しい取り組みを始めております。これ飲食店さんだったり、宿泊施設だったり、もうあらゆる小売店さんまに、ちょっとご注目なんですけど、このガズの初めてウクレレやわがままウクレレを試奏できる場所としてとか、販売していただける場所という、もう人が集まる憩いの場所ということもあり、で、このガズレレにでも少しできるなんかこう社会貢献というか、その売り上げもね、そういうところに還元できればいいなというふうに思って新しく始めてるサービスなんですけど、ちょっとそのご案内も概要欄貼ってますんで、ぜひご覧になってください。先ほどもお伝えしたんですけど、ガズクラブ
ブとガズレレ大学、この2つ結構盛り上がっております。ガズクラブはもうみんなでワイワイやって楽譜をダウンロードできて、こう一個の街みたいなイメージ。ガズレレ大学はほんとちょっといろんなリズムとか基礎トレーニングとか本当にお勉強です。この2つのことも概要欄に貼ってますんでお願いします。あとね、ガズレレでねアプリがあったりするんです。ガズレシピです。ガズレシピで楽譜を見られる、これもねすごく面白いことになってます。もう他にもいろいろあるんですよ。ここにねいつもつけてるこの水引きだとか、このストラップキャップだとか T シャツとか山ほどね、いろんなグッズがあるんでね、あのホームページぜひ見ていただきたいんですよ。あとそれとねこれです。はい、どーん、リットミュージック社から出てるこのね信号機みたいな赤青黄色みたいな、このねこのね楽譜本がものすごい大ヒットで、もうそろそろ10万部いくぞということで、これなんでねまあいいかというと、これめちゃくちゃ簡単でわかりやすいですね。しかも100曲入り50曲入りというね、はい、すごい山盛りでございます。こういうのもご活用していただいて、皆さんのね、楽しい豊かなミュージックライフ、もうさらにね輝かしていきましょう。さあ、これからもガズレレ YouTube チャンネル、ぜひともよろしくお願いいたします。今日は見てくださってありがとうございます。さよなら。